もう街じゃん。もうちょいなんかこじんまりだと思ってたから。はい。山鶏の山鶏すっごいコリコリでめちゃめちゃ味が染み込んでる。マスタード入ってない？これマスタードだったない？本当？あ、うめえ。これはこっちの山で。ハニーマスタードでしょ？なん？私やばくない？もうなんかずっと夜な夜なのテンションみたいな感じだった。酔ってるみたいな。そうや。あれ飲んで飲んでないよ飲んでないよ。いいね。でもなんかこのね朝方のテンションいいね。そうよ。もう朝のテンションこれは。楽しいよ。寝てない感じだよ。そうだよ、ね。寝てないからね。私10分前まで寝てたからね。そうだ。おはよう。おはよう。あのさ、なんかこの近くのジュース屋さんあるじゃん。あ、おばだっけ。あ、ね、野菜のジェラート。あ、そう。あ、そう、あれも出店するよ。え、そうなの？うん。なんで知ってるの？え、インスタで書いてた。インスタに朝一っていうのがあるの？そう、朝一出店するんで、今日は。あの、朝は。イエイ！あ、え、すごいすごいすごい。もう、いるよって言った。こっちから車結構止まってるね。そうね、すごいいい感じする。こっちもいい。止まってあれな、まあ、自由にもうありのままをありのままの大丈夫、これありのままでえ、すごい。え、何これ。もう街じゃん。だね、もうちょいなんかこじんまりだと思ってたから代わりに本当はね、2ヶ月前に行く予定だったんや、はい、でもまあちょっとコロナで、まあ、いろいろ延期になっちゃって2ヶ月ぶりの朝市でございます。でも行ってみたいと思います。イエーイ、初めて楽しみだね。だってもうなんだこれは。あ、いい匂い。これなキムチ。キムチじゃない。キムチじゃ。アニョンって書いてある。あの、美味しそう。シフォンケーキ絶対美味しいやつ。また来ます。はい。あ、間に合った。
びっくりするぐらい冷たかった今。だってさ、湯気ほら、冷たすぎてほら、湯気出たもん。にフローズンかな。あるよ。え、かぼちゃ100円だよ。よくわかんない、すごい。何やっとんあれここ？いつもお世話になってるクワッチです。今野菜フールとか言おったらクワッチがおった。すごいよこれ。そうよね、クワちゃんやクワちゃん。好みは俺は断然こっち。ただちょっとホクホク感というかアイラも白いことですか。じゃあこれしかも辛い野菜って高いんですよ。普段結構買うんですよ。すごい安すぎる。どんだけ高いとかだから。うまっ。いや安いですよ。高級食材ばっかり食うの。なるほどね。はい、ここであると思ったのね。ね、はい、これ綺麗だ。はい、長いコミュニケーション。
楽しいね。分厚い。めっちゃ薄そう。分厚くない？すごい。パンよりも分厚いよ。食べる？食べる。いただきます。うわ、何このソース、マスタード入ってない、これマスタードだったない、本当マスタードとマヨネーズの融合みたいなの入ってる、マスタードじゃん、マスタードだけじゃないよ、わかるよ、なんか卵自体が結構優しいお味だね、いやでもこれマスタードの味変くない、本当聞いてみる、でもマスタードの中に入ってるこのなんか何粒、うんうん、入ってる、あのマスタードですよ、ね、マヨネーズ、普通のマスタードが入ってないって言ったよこの人、マスタードの味もお優しいですね、味わいが甘い、卵の美味しさを出してる感じ、卵めっちゃ柔らかくない、うん、生肉、これお肉って、俺はこっちの山です、ハニーマスタードでしょ、何なんだって言った、黙っといて、なんだよ、もうマヨネーズかマスタードかよ、あ、そうなんですね、そうなんだ、じゃあソロで、あ、すごい、めっちゃコーヒー豆濃いですよ、結構フルーティー、すごい、なんか野菜って感じ、野菜、野菜って感じ、じゃいただきます。うまっ、イカがうまい、イカが、これ薄い方なんだけど、まあ、ちょっと薄めなんだけど、これでもすごいもちもちで弾力がある、わ、おいしい、これは正解、あとお願いしますよ。分かった。OK。かちゃん帰ろっか。え、帰る。たかくんもおるよ。え、帰る。え、なんで？カナペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです、インスタグラムで検索してね、カバンスピチューブ始めました、こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく、イエイ、ありがとうございます、はい、どうも